伝えしてまいります。セパ交流戦、読売ジャイアンツ対福岡ソフトバンクホークスの1回戦です。多分1時間も寝れてないわ。小宮山昇さん、西井です。そうそう、やったやりさ、帰ってきたらすぐゲームやらせる、行けーとかゴーとかやるだけ、言われてるわけないじゃない。狙えるってどこに入れるの。黙ってゲームでしょ。いい雰囲気伝わってきますね。うん、そうですよね。もう本当に、まあ、野球やって楽しんでた。見てんね。本当にそうですよね。見てんね。28日の月末まで使える。ああ、そうか。まずはジャイアンツの先輩。小宮山さん、やはりバッテリーとしては、立ち上がりきっちりストライクが入るかどうか。ポイントだと思うんですが、いかがでしょうか。そうですね、このをしっかりとコントロールできるかどうかっていうところが、2回の裏にあります。さあ、ジャイアンツ、この回は4番から始まります。バッターは岡本。ジャイアンツ1点ビハインドで迎える2回の攻撃です。ああ、くそ、前か、知ってるな。いい当たりですが、ひっくり返った。当たりよすぎ。2塁に向かいます。うん、行かない。先頭バッター出ました、ジャイアンツ。ノーアウトランナー1塁です。ああ、ソフトバンク負けてんじゃんかや。打たれるよ。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ワンアウトになっています。2球目は何か。ここからは確実に狙っていきたい。次が3球目、変化球外れました、うん、さあ勝負してくるのか。低めの変化球は止まりません、うん、打ちました。センター打ちました。これでマルチヒット。ワンアウトランナー2球。あの肉イケメンのジャイアンだよ。ジャイアンの見たらドラえもん来るだけだ。今日はここまでマルチアンダーを記録しています。ジャイアンツビハインドで迎える6回の攻撃。初球打ち、ああくそ、出ました。ファーボール。あーないか。あちょっと見るよ見るよ。もう長打が打てんな。ちょっとこれはどうでもホームラン打ちたいな。8回の裏、ジャイアンツの攻撃です。さあ、マウンドを任されたのは五十嵐。今シーズン16試合目の登板です。厳しいコースにまず投げ込んでいきました。真ん中へ、うん、まあここは甘いボールを逃さず打っていきたいですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか、うん、緩いボールを持ってきました。あーくっそ、ワンアウト。マジか。あ、負けたこれ。あ、マジでこんな場面で来るか。さあここでジャイアンツダイソーを送ります。帰れます。ボールはなんと新タイムでも。いいところで回ってきましたね。ああ何やってんだ。一塁アウト。これで3アウト。試合終了。惜しくもヒット及びませんでした。ジャイアンツ痛い敗戦となってしまいました。西さん、ついに連勝がストップしてしまいました。こういった時の選手の心境はどんな気持ちなんですか。やっぱそこですね。まあ、この1敗でチームが変わるということはないと思います。需要練習中だったんだよ、止まってしもたわ。
ばいな。東京ドームからお伝えしてまいります。セパ交流戦、読売ジャイアンツ対福岡ソフトバンクホークスの2回戦です。解説は富山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。相手がエースということで、これなかなか点を取るのが難しそうですね。うん、そうでしょうね。まあですからね、ランナー1人どう生かすか。ジャイアンツの先発、富山さん、やはりバッテリーとしては立ち上がりきっちりストライクが入るかどうかポイントだと思うんですが、インサイド弾き返した、ライトが取りました、アンアウトです。ああもう4、いきなり4点取られてんじゃん。打席には5番バッター岡本。ここはホームラン打ってる。さあジャイアンツ点差を縮めていこうかというところ、ストレート打っていった。ないか、落ちちゃったな。犠牲フライだからない。きっちりと犠牲フライが落ちました。3点差になりました。さあご覧ください、先ほどのプレーになります。ここは犠牲フライで1点を返しています。受けはホームラン落ちたかったな。あ、逆転したか、あの後の打順は4番、岡本。先ほどの打席で犠牲フライを放っています。フォアボールのランナーが出ています。打った、よっしゃよっしゃよっしゃ、それでいいや。ジャイアンツチャンスになりました。オーバープランナーで2塁1塁。ああ同点になったやんかや。やりやんな。そんなの知ったことないわ。巨人打たれすぎじゃん。ソフトバンク相手と。打席はセンターへヒットを放っています。巨人打たれすぎだとか、誰だか打たれすぎ。いや俺バッターしかやってないんだよ。あ、ダメだこれ。ダメだ。まあそうですね、これで作戦に立てやすくなりますから、いい仕事しましたよね。さあ、そして打席には坂本が入ります。頼んで。続けて期待できるバッターに回ってますね。ゲッツーだけは噛んでんだ。少々ランナーを置いた状況となっています。まあ、この辺りでリードを奪う状況。よっしゃよっしゃ。中継にボールが送られる。サードランナーがホームに帰ってきました。ジャイアンツ。8対7、さらに2塁1塁のチャンスができています。2人を裏切らないバッティングを見せてくれました。少し成功しています。うん、そうですね、理想的な形ですよね。ここは打ちたい。まあランナー残っていますし、しっかり点に結びつけていきたいですね。そうですよね。よっしゃ、行け。いい当たり。よっしゃー。深いところを破っていきました。二塁はいけるで、これなんとか。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁到達。ジャイアンツ
悪かったね。こうなってくるとチーム全体が乗ってきますからね。できることならもう少し点差をつけておきたいところ。試合を制したのはウィンディジャイアンツです。その追加でも2回か見事制しています。相手エースを打ち崩しての勝利です。それは勝ちある1勝と言えると思います。10点はすごいな。いや大きいと思いますね。この1勝、まあ、ただの1勝じゃないですが、まあ、相手にとってはもう本当に大きなダメージ、ね、初回で4点はちょっと取られすぎな。ということになりました。ジャイアンツ大きな今日は勝利になりました。一方のホークスですが痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはジャイアンツが見事勝利を収めています。だけに大活躍がすごいな。西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで東京ドームから失礼いたします。